岩田武典、エグザイル3代目 JSOULBROTHERS のソロアリーナツアー、高カ岩田ライブツアー2024アートレスが6月7日に日本武道館でツアーファイナルを迎えた。岩田はこれまでの公演同様に、武道館でのライブオフショットを自身のインスタグラムにアップしている。写真、岩田武典、高畑充希や直らとツーショット初のソロアリーナツアーとして全6都市12公演を完走した岩田は、 終わっっちゃったね全公演が最高な思い出ですしばらく余韻に浸ろう、そして全国のメイトの皆様熱い声援をありがとうございました。また必ず会いましょうとメイト、岩田竹範ファンの故障を、に向けてメッセージを送り、岩田がステージ裏で控える姿やツアー感想を祝うケーキに満面の笑みを浮かべる様子のほか、オフィシャルライトスティックの光に包まれる会場、メイトからのファンアートなども公開している。 また、岩田のツアーファイナルを見届けようと三代目からなおと、今市隆二りのほか、映画、植物図鑑運命の恋、拾いましたで共演した高畑充希ドラマ、あなたがしてくれなくても、フジテレビ系、のななども武道館に足を運んでいる。